東京ドームです。東京ヤクルトスワローズ対読売ジャイアンツ11回戦の模様をお送りしてまいります。スワローズの先発はルーキーの斉藤、対するジャイアンツの先発は宇都宮、以上の両先発。
さあ、まもなく試合開始となります。これからジャイアンツの攻撃に入ります。トップバッターはワキヤ。現在の打率は2割4分3厘。第2球、2球目空振り、バッター追い込まれました。低め、外れてボール。投げた、高め、ボール球打った。宮本、落下点に入った、掴みました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは亀井。現在の打率は2割3分。投球これから2球目。直球に送ってストライク、ポンポンと追い込んできました。打ちました、1、2塁間への当たり、セカンドから1塁送球、アウト。これで2アウト、ランナーありません。第9、初球に送ってストライク、1球目ストライクから投げた、ストライク。村本、厳しい球、バッター追い込まれました。1球外してボール、はっきりしたボール球、カウント1ボール2ストライク。投げた、三遊間のゴロ、川島取った、一塁へ送る、アウト。スリーアウトチェンジ。斉藤、今日は無難な立ち上がりです。これからジャイアンツの攻撃に入ります。バッター阿部。初球を打った、宮本ボールを取る、サードから一塁送球、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターボックスは高橋。投げた、ボール。投げた、空振り、これは完全に振り遅れ。ツーシームはボール、カウンターツーボールワンストライクです。外角低めいっぱい、ストライク。次は5球目、投げた、チェンジアップはボール、フルカウント。投げました、高め、ボール球打った、中村落下点に入った、取りました。これで2アウト、ランナーありません。バッターは長野。投げました、ストライク。初球まずは入れてきました。投げました、ボール。膝元際どいところ、カウント1ボール1ストライク。投げました、打ちました、1、2塁間のゴロ、田中掴んだ、アウト。スリーアウトチェンジ。斉藤、この回きっちりと3人で抑えています。2回の裏が終わりまして、0対0、両チーム無得点です。投げました、初球から打ってった、ピッチャー返し、斉藤ヒット。これからジャイアンツの攻撃に入ります。バッターマレー。現在の打率は2割5分1厘。投げました、見送ってストライク。まずは初球決めてきました。投げた、2球目はストライク。第3球を投げた、低めボール球打った、ショート右への打球、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターボックスはロペス。投げた、初球はストライク。第2球投げた、打ちました、ボテボテの当たりはショートゴロ、ショートから一塁送球、アウト。これで2アウト、ランナーありません。バッターは宇都宮。投げた、初球決まってストライク。初球ストライクから投げた、ボール。アウトコース低め、アウトコース低め、際どいところ、カウント1ボール1ストライク。投球これから4球目、変化球、空振り三振。低めの変化球でスイングアウトを取りました。斉藤、下位打線を三者凡退、0点。ジャイアンツ、この回は打順よく1番からの攻撃。バッターバッキー、第1打席はファールフライに倒れています。外角高め見送ってストライク、初球まずは入れてきました。追い込んでから第3球を投げました、空振り三振。斉藤、3球で仕留めてみせました。バッターボックスは亀井。現在の打率は2割2分9厘。第2球投げました、決まってストライク。第3球は外角、縦のスライダー外れてボール、わずかに外れて1ボール2ストライク。145キロ直球、空振り三振。ボール球に手が出てしまいました。投げました、1球目ストレート空振り、少し迷ったか。投げました、見送ってストライク。バッター追い込まれました。投げました、打ちました、これは内野ゴロ。田中ボールを掴んだ、セカンドから一塁送球。斉藤、この回も完璧なピッチングです。4回の裏が終わりまして、0対0、斉藤一塁を踏ませません。打ちました、初球打ち、一塁送球、アウト。これからジャイアンツの攻撃に入ります。バッターは阿部。最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。第2球投
げました。見送ってストライク。早くも追い込みました。アウトコース低め、空振り三振。阿部全くタイミングが合いません。投げた、ボール。第2球投げた、ストレートに送ってストライク。第3球打った、ショートバウンド。好プレーを見せました。これで2アウト、ランナーありません。バッター長野、最初のバッターボックスはセカンドゴロに倒れています。1球目空振りから。第2球投げた、鈍いゴロ。宮本取った、サードから1塁送球、アウト。スリーアウトチェンジ。斉藤、ここまで素晴らしいピッチングを見せています。これからジャイアンツの攻撃に入ります。バッターボックスはマレー、最初のバッターボックスはショートゴロに倒れています。投げた、直球ストライク、アウトローへ。タイミング合いません。投げた、まっすぐ見送ってストライク。追い込んで第4球を投げた、打ちました、掴みました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターはロペス、最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。見送ってボール、膝元際どいところ、投げました、直球ストライク、インローへ。第3球を投げました、カットボールはストライク。タイミング合いません。投げました、ファウルボール。第5球投げました、もう際どいところ、カウント2ボール2ストライクです。投げました、アウトコース低めいっぱい、見逃し三振。バッター打つに、第9投げました、ストレートはボール。バッターよく見ました、投げた、ストライク。第3球を投げた、3球目はストライク。バッター追い込まれました。投げた、チェンジアップ、空振り三振。斉藤、この回も素晴らしいピッチングです。中盤7回の裏、ジャイアンツラッキーセブンの攻撃に入ります。バッターボックスはバキア、今日はファウルフライで三振。投げた、ツーシーム見送ってストライク。バッター追い込まれました。投げた、縦のスライダー、空振り三振。斉藤、ナイスピッチング。バッターは亀井、今日はセカンドゴロと三振。見送ってストライク。投げた、もう大きく外れました。カウントはワンボールワンストライクです。投げました、セカンドの右、田中、ボールを取る。セカンドから一塁送球、これで2アウト、ランナーありません。バッター村田、今日はショートゴロとセカンドゴロ。1球目ストライクから。投げました、打ちました。川島下がっていった、打球は左中間に上がった、これはヒットになります。村田ヒットを放ちました、今日初めてのヒットになりました。第1球、第2球投げました、ツーシームはボール。外角低め、アウトコース低め、際どいところ、カウントワンボールワンストライク。ボール、際どいボールよく見ました。カウントはツーボールツーストライク。ランナースタート、三振。7回の裏が終わりまして、0対0、ジャイアンツラッキーセブンの攻撃はゼロで終わりました。スワローズ、この回の攻撃はラストバッターから始まります。バッターボックスは斉藤、初球を打ちました、センターへのフライダー取りました。これでワンアウト。これからジャイアンツの攻撃に入ります。バッターは高橋、今日はファウルフライとショートゴロ。第2球投げました、ツーシーム見送ってストライク。追い込んでから投げました、打った、セカンドゴロ正面。セカンドから一塁送球、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッター長野、今日はセカンドゴロとサードゴロ。第2球投げた、外角低め見送ってストライク。バッター追い込まれました。投げた、一つ外した、ボール。カウントはワンボールツーストライクです。投げた、打った、あっと引っ掛けた、内野ゴロ。サードから一塁送球、アウト。これでツーアウト、ランナーありません。見送ってストライク。第2球投げた、打って、これは平凡な当たり、センターへ持っていった、ヒット。マレーヒットを放ちました。ジャイアンツ代走を送ります。松本、1塁に入りました。まずは一塁牽制、タッチセーフ。第9、ランナー走った、打ちました、ヒットエンドラン。ナイス、掴んだ、一塁へ送る。斉藤、取ってアウト、スリーアウトチェンジ。一塁ランナー松本、残塁に終わりました。ジャイアンツ、この回の攻撃はラストバッターから始まります。バッターボックスは宇津、ここまで2三振といいところがありません。
直球見送ってストライク。バッター追い込まれました。投げた、ファースト左への打球、川端ボールを掴んだ、一塁送球、斉藤取って